皆さんこんこにちはご無沙汰しておりますアンナですで、えー、本日は、えー、昨年放送いたしました動画の中で犯しました間違いについて視聴者の皆様と英霊の皆様にお詫び申し上げたくこの動画を放送いたします。えー、昨年のいわゆる終戦記念日に、えー、発表いたしました。 若き特攻兵の歌を紹介する番組の中で間違いがございました訂正箇所は歌の作者の経歴部分になりますこのようにあまりにも初歩的かつ絶対に間違えてはならない部分での間違いをいたしましたのはひとえに私制作者側の不注意によるものでございます 視聴者の皆様とそして英霊の皆様にこの場をお借りしまして、えー、お詫び申し上げたいと思います大変申し訳ございませんでした、えー、この動画の概要欄にも訂正表といたしまして、えー、作者の正しい経歴の方を改めて掲載させていただいておりますので そちらの方も合わせてご参照いただけましたら幸いです本日この動画の中で昨年読ませていただきました和歌とその作者の正しいご経歴とともに合わせまして読ませていただきたいと思います本日は改めて間違えてしまいましたことへのお詫びの気持ちとともに さまざまな意味での英霊の皆様への感謝の気持ちをさらに深く持ちつつ和歌を読ませていただきたいと思います最後までお付き合いいただけましたら幸いでございますそれでは正しいご経歴とともに改めて和歌を読ませていただきます 悠久に生くる我が身を乗り越えて続けよ国の若きマスラを悠久に生くる我が身を乗り越えて続けよ国の 若きマスラオ宇治家雲寺昭和18年5月29日北太平洋アッツ島にて玉砕陸軍隊員岩手県 よもすがら結局ふるわせ空明かしつらぎのおきに海鮮やあるよもすがら結局ふるわせ空明かし 津波の沖に海戦やある若林東一昭和18年1月14日南太平洋ガダルカナル島にて戦死去年30歳。 陸大医陸軍士官学校第52期山梨県冷ややけ機瓶の水吸い ひそやかにひたすらにいくサザンカの花冷ややけき瓶の水吸いひそやかにひたすらにいく サザンカの花井上寿昭和20年7月24日広島県江田島付近にて戦死去年23歳海軍将尉 東京帝国大学法学部出身愛知県若桜美しく散りて国のため。 ばきをて、へ帰る。若桜美しく散りて国のため錦をばきて故郷へ帰る。 山内文男静岡県更地根の父母の幸をば祈りつついさみて我は 大空にちねの父母の幸をば祈りつつ」「勇みて我は大空にぞゆく」。 堀家敏恵陸軍隊員兵庫県散りてゆく我が身なりとは知りながら 小意き春の夕空散りてゆく我が身なりとは知りながら蝶ぞ小意き春の夕空 加藤圭一昭和20年4月6日上風特別攻撃隊第一政党隊として沖縄海域にて特攻戦士去年21歳。 海軍上等飛行兵装海軍おつ主飛行予科練習生福島県身はたとえ 愛きとともに砕くとも魂とわに国ぞ守らん身はたとえ愛きとともに砕くとも魂とわに 国ぞ守らん若尾達夫昭和20年5月28日陸軍特別攻撃隊第432新部隊として沖縄海域に特攻戦士去年22歳。 陸軍将尉横浜市立鶴見高等工業学校出身静岡県今されば次は九段の 宮城と誓う心に涙流るる今されば次は九段の宮代と誓う心に 涙流るる難波弘道兵庫県大きみに。 尽くす誠の一筋はうの道にも通うなるらん。大君に尽くす誠の一筋はうの道にも通うなるらん。 各止めよ昭和17年6月5日ミッドウェー海戦にて航空母艦飛龍艦長として奮戦し艦と運命を共にする海軍大佐 ここまでお聞きくださいましてありがとうございますはい、えー、改めて和歌を読ませていただきまして、えー、本当に文武両道の勇ましい方々がいらっしゃったということを深く感じるところでございますこの和歌の中のまたその一つ一つの言葉の中に本当に計り知れないほどの熱くそして きい、思い、国を思う、そしてふるさと、家族、兄弟、人を思う気持ちが本当に強く、えー、改めて感じるところでございます、えー。動画の方なんですけれども、本来ならば、えー、昨年誤った被災での動画になりますので、えー、本来ならば、えー、昨年の動画を再編集、 しまして、えー、また、えー、新たにアップさせていただくか、または誤、えー、ったままというわけにはいきませんので削除するかというところで迷いました。えー、で、あの本当は再編集してアップしたあのできれば良かったんですけれども、えー、実はあの元の編集データの方がすでにあの削除しておりまして再編集ということができませんでした。 となりますと誤ったままでは削除した方が良いかっていうふうに思ったんですが動画の方に本当にあの私のような本当に小さきものの動画を見てくださいましてそこにコメントを下さるお一人お一人の本当に心のこもったコメントがございまして。 私のミスではあるんですけれどもそれも一緒に削除してしまうということがどうしてもはばかられました、えー、またそれと同時にですねその動画の中で歌わせていただきました「鎮魂書」という歌なんですけれども折口信夫作詞そして信時清作曲という本当に名曲でして。 なかなかこの歌を取り扱っている動画が他にいなくてですね、えーまあ、できるだけさまざまな層の方々にこの動画を見ていただいてこのような素晴らしい日本の歌があるということを知っていただきたいという思いも同時にございまして。 この場でですね、えー、視聴者の皆様方、そして英霊、えー、の皆様に深くお詫び申し上げつつ、そしてこの動画での訂正、そして概要欄に訂正欄を記載させていただくという形で、昨年の動画をそのまま配信させていただければというふうに思いました次第です。えー、本当に拙いととこころろや不勉強なところが たたたたある私ではございますけれどもこれからも誠意を持って、えー、真面目に動画作りをしていきたいと思っておりますどうぞ皆様これからもご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします、はいえー、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございますそれでは今回はこれにて 失礼いたします。